伊藤ズミオの天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤ズミオさんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤ズミオの天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。プレス機械や周辺装置、バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか？組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤ズミオの天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしく。今月は世界の国別半導体事情ということでアメリカ、中国、台湾と先週まで見てきました。さあ伊藤さん、韓国、はい、こちらの事情はいかがでしょうか？はい、韓国はもう長年、もう20年以上になりますかね、サムスンがどんどん成長してね、はい、日本もある意味ではもう韓国に負けたなと言ったぐらいの活躍をサムスンしてましたね。歴史的に見ると半導体っていうのはもう最初はアメリカの天下で、そうですね、そこから80年代後半日本に行って、はい、ただそこでアメリカの逆鱗に触れて、うん、日本から台湾や韓国に流れていったっていう歴史がありますよね。で、TSMC の台湾と日本が組んで半導体の工場を作るっていう話が出た頃から、はい、韓国人が知らないことを知ってしまった。これは、うん、サムスンは日本と比べてどんどんその売り上げも増えてね、日本の電気会社の6社分の合計の利益よりもサムスンが多いと、勝ったと、うん、で僕はソウル大学で僕講演したのは、勝ったっていうのは、うん、その作るだけじゃなくてその作る機械とか、うん、材料も全部できてね、それで勝ったって言わないとダメですよという話したのがもう10何年も前の話ですけど、うん、はい、今回その TSMC と日本が組んでやることに対して大騒ぎしたのは、実はその話の過程で高精度の10ナノ5ナノ以下の半導体を作るためには日本の半導体製造装置を買わないとできないということが分かりました。はあ、また日本の材料を買わないとその材料もできないということが分かりました。それでも韓国中はもう青くなりまして、で韓国にとってはタイミング悪く、うん、サムスンの利益が激減してるんです。はあ、70% ダウンとかね、そういう状況で、だから韓国の人にとってはサムスンはその自慢の会社だったのが、うん、台湾と日本と組むことによってもこれは全く勝ち目ないということが分かりまして、もう今も真っ青です。そしたらどう韓国は出ればいいんですかね。いや、出ればって前から僕は言ってるように、うん、日本に買ったっていう前にね、技術の上付けが何もないと、ただ輸出が多いからとか外貨稼ぐだけで行っちゃいけませんよという話を前からしておりましたけど、売り上げさえ多ければいいんだという考え方が変わってないんですね。じゃあその意識から変えていかなきゃいけない。意識から変えないと。それともう一つ、二つ目のこの方が大きいんですけど、コウモリ外交という話聞いてますね、韓国は、はい、アメリカについてみたり中国についたり、調子が悪かったらまたアメリカにとかいうことで、しかもその過去10年単位で見てますと F-15 の戦闘機のブラックボックスを開けてしまったとか、最近買った F-35 のブラックボックスも開けてアメリカからものすごく怒られておるんですけど、それを中国に回したという話もありますね。そんな国にですね、次世代のその10ナノ以下の半導体をね、サムスンに機械を打って作らそうという気持ちはアメリカには全くないんです。だから今回 TSMC と日本のソニーさんと組んでやるこのことはもう本当に韓国はもうがっくり来てますね。
っていう話を聞いていくと、この日本の半導体っていうのはまだまだ捨てたものではないと、捨てたもんじゃないことはないんですよ。ああそうなんですか、はい、過去この20年間のブランクの20ナノ14ナノ10ナノ以下の半導体作るのに、いかにその技術が別の意味のね、日本にはない、高精度の工作機作る技術とまた別の技術ですね、そういったノウハウは全くないということで、今から TSMC にだいぶ教えてもらわないと、TSMC は台湾ですね。そう、台湾と。だからやっぱり台湾は今も世界有数の半導体の技術を持っている。で、今その台湾は日本やアメリカと組んでいこうと、だからあれだけのいい技術を日本にやって日本で作るようにして、台湾の長期的なメリットを考えれば、台湾の一人勝ちにしたのは得なんですね。それ以上にやはり安全保障の面で日本とアメリカと一緒になってやりたいと、それは先週も話しましたけど、台湾っていうのは海峡一つ隔てて中国と向き合ってるという、その中国の脅威から自分の国を守るために半導体というものづくりの技術を日本やアメリカと共有することが安全保障になる、こういう考え方ですね。それともう一つは、アメリカも日本も半導体ごときで我々の国を戦争に巻き込んでもらったら困るという考え方じゃなくて、あの半導体を敵に渡す、味方にすることについてはやっぱり国をかけて守らなきゃいけないという気持ちが両国にありますね。いや、それぐらい、それぐらいすごい仕事なんですよ、これは。半導体というもの、まあ、かつては産業の米と言われましたけれども、それ以上の輝きを今、そうなんです、価値を持っていると。そうです、世界を動かすある意味武器になっていると。そうですね、いうことですね、はい、でもこうやって半導体を通して世界の国々、この3週間でアメリカ、中国、台湾、韓国、日本と見てきましたけれども、非常に面白い視点ですね。そうですね、今までならね、技術があれば、あるいは材料をうまく加工して世界のユーザーに魅力的な商品を作ればどんどん貿易ができて利益が出たとか、そういったこととは比べ物にならない、国家をかけてやらないかんとか、そのぐらいすごい商品ですね、この半導体は。はい、まあ、武器とスマートフォンって2つのキーワードがここのところずっと出てきてました、まあ、武器はね、昔から形を変えてあるもんですけれども、スマートフォンってこの10年ちょっとの話じゃないですか。そうですね、そこにどう搭載されるかっていうこと、こんな新しいものがいろんな世界を左右するんですね。これ3ナノ以下できたらまた格段に良くなりますよ、スマホは。だからスマホっていう形やあり方さえ変わってくる可能性もあると、例えば電池もね、1週間か10日ぐらいは充電しなくてもいいとかっていうのはになると思いますよ。はい、まあ、そういったところから技術革新が起こっていって、まあ、でもやっぱり重ねて言いたいのは、平和的に使われるっていうことがですね、一番ね、いいんではないかと。来週もよろしくお願いします。はい、金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は、自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。